何磯子のバカだれがホムルズ海峡と言ったホルムズ海峡だろ <laughs>、えー、ーう。ああそう望月磯子ええー、ホムルズ海峡と言ってしまったでどうなったんですかあっ菅官房長官もうっすら笑ってたあっホムルズ海峡じゃないよみたいなは <laughs> あーなるほど はあ、ホルムズ海峡ホムルズ海峡日経新聞にです、ね、この中東原油輸送の大動脈なんだよという、ねえー、ここの、ね、攻撃は、ね、新たなリスクなんだという、ね、経済的なです、ね、視点からまとめてくれているからちょっと見ていきましょう、はい、日経新聞です <laughs> ホルムズ海峡はエネルギー供給の大動脈とされる。 原油と石油製品を合わせて日量1800万バレル以上が行き交うアメリカとイランの対立など不安定さを増す中東情勢は原油価格の上昇を招く要因になるアメリカのイラン産原油の金融措置に反発するイランでは革命防衛隊がホルムズ海峡の封鎖を警告している。 シリアやイエメンなどで新イラン勢力の活動が活発化すれば中東情勢が一段と不安定になるリスクがあるホルムズ海峡はペルシャ湾とオマーン湾の間に位置する最も狭い地点で約 30km という高校の南、えー、路だタンカーは何度も舵を切って難所を通過する必要があるそうそうしかもねこのホルムズ海峡ってただ狭くなってまた広くなるだけじゃなくてこう 曲がってんだよ。なんか十二指腸みたいな感じなんだよ。こう狭くなった上に、こう曲がって、こう曲がって出なきゃいけないから、十二指腸っぽいのよね。はい。ああ、もう、な、さっきからもう見てま見てると思いますけども、一応もう一回チェックしていきましょう。はい。えー、こんな風にですね、まあ、ひん曲がってるわけですよ。ただ狭くなって広くなるんじゃない。ひん曲がってんですね。はい。<laughs> だから、 ここを方法するのは、あ、十二市町海峡と呼んだ、十二市町海峡 <laughs> と呼んだ方がいいんじゃないかというんですね、えー。はい。えー、というね、そういう形ですから、まあ大きなタンカーがですね、だって、だってもう何万トンクラスのタンカーって、これね、操るの難しいの例えば車運転するでしょ右に曲がりたいなと思って、 ピッと右に回ったらヒューって右に行きますよねああ止まりたいなーと思ってピッとブレーキ踏んだらピーッと止まりますよねところがですねあの普通に公開している大型タンカーがああ危ないって言って緊急停止かけるとしましょう、ね、まずエンジン停止そしてエンジンリバースかけて、ねえー、このプロペラを逆回転しますほらね、えー、タイタニックの時あったじゃないですか アイスバークアヘッドってねほらあの氷,氷山が前方に行ってって緊急停止逆回転ってやるじゃないで結局ぶつかっちゃうじゃないですかであれよりもでかいのがタンカーなんですねでタンカーが通常航行中にえ緊急停止かける場合回転止めて逆回転回して、えー、全力で行進をかけるとしましょうかフマックスパワーで、ね、バックをかける。 止まるまるで2キロ進むんだよ <laughs> やばくない <laughs> やばいでしょ緊急停止急ブレーキかけて全速更新かけても2キロ2キロ止まんないのよ <laughs> だからえっ、ー、とね重かじいっぱいとか取りかじいっぱいかけても動き始めるのが何分後だっけな、ね、2分後とか3分後とかなんだよああって言って左だ右だって言ったら動かないんだから あの、<laughs> 重かじいっぱい取りかじいっぱいかけて、2分だか3分経ってようやく、ピキ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 って動き出すらしいですよ。ああ、もう行き過ぎ行き過ぎ戻そう戻そうって言って、戻して戻るのに2分かかるんだから。これ、操船するのめちゃくちゃ難しいんですよ。<laughs> これでこの十二市町みたいなね、海峡を通っていくって、これめちゃくちゃ難しいんだから。やばくない もう23分先をイメージしながら2分前行動ですからね右に切るもの左に切るのも止まるのも2分前3分前行動ですから <laughs> やばいよねだって10万トンタンカーとかそういうもんなんですよ、ね、飛び出すの車は急に止まれないとか言うけどもう,もうもう全然次元が違うのよ はいいで何の話してな、はい、そういうねタンカーがそういう難しいところを通っていくわけですよ S 字結勝みたいなところをね、はいえー、そこうもうねあの舵取りするだけでも精一杯なのにそこに攻撃受けるわけだからやってらんないよねはいはい続き読みます <laughs> はいう <coughs> んん 重要性と地理的な特徴から、この海峡は過去にも攻撃の脅威にさらされてきた。何者かが嫌いをまき散らすだけで、原油の取引は麻痺状態に陥る。イラン強硬派が警告するような海峡の物理的封鎖は世界のエネルギー市場に深刻な状況をもたらす。日本のエネルギー企業にも警戒が広がる。 JXTG エネルギーなど元売りは原油の調達部門や海運会社に対して注意喚起した日本の原油は中東から全体の8から9割を輸入するはい日本はですねエネルギーの多くを、まあ、原油に頼ってるんですけどもその原油のうち8割から9割は、えー、このね、えー、中東から取っていますよとそのうちのほとんどがペルシャ湾なわけですね 運行に支障をきたせば経済への甚大な影響は避けられない井出光興産の木藤社長は被害状況の全容が明らかになった上で対応を検討していきたいと語ったコスモ石油マーケティングの森山社長は当面の運行スケジュールは決まっているので運行をやめるわけにはいかないと安全に石油原油を調達するため国と協議する考えを示した中東はナフサなど石油由来の材料の供給地でもある 国内のエチレンプラントは4月までに9か月連続でほぼフル稼働状態中東産のナフサがなければ日本での化学品の生産維持が困難になると国内化学大手は不安を隠さないホルムズ海峡周辺は米国とイランの対立激化を受け5月末から戦争保険の適用地域が従来のイラクなどに近いペルシャ湾内だけでなくオマーン湾にも広がった えー、さらに情勢が緊迫すれば保険コストの上昇を受けガソリン価格に影響が出る恐れもあるということですね。そうですね、保険が上がるということになるとですね、えー、ガソリン価格のにも影響を及ぼすということです、ね、もうすでにですね、もう,もうペルシャ湾ホルムズ海峡でね、まあ、日本の船かどうかはともかくタンカーが攻撃を受けたというだけでマーケットはですね、もう完全に反応しているわけですね、えー。石油価格は上がったとということですね。 はいまあ、そういうあのエネルギーの大動脈ここでタンカーが攻撃されたとでこれはもう日本だろうがどこだろうがです、ね、もう国際社会において甚大な影響をです、ね、与えるほどの事件なわけです。